大谷翔平選手ね、もうメジャーリーガーで大活躍ね、二刀流でね、大活躍して、ちょっとね、怪我が残念でしたけれども、毎年何十億って稼いでんじゃないかな。その大谷翔平選手がですね、スポンサードを受けてる、ニューバランスさんとですね、共同で、日本の、小学校にですね、2万校ですか、に対して、小学校低学年向けのグローブをですね、3つずつ寄贈するということで、計6万個もね、いくらぐらいするんですかね？数千から1万円ぐらいするんですかね？子供用の軟式野球のグローブですか。こちらの方を、ニューバランスのモデルでプレゼントするということで、日本から出たスーパースターがですね、グローブをプレゼントするというのは僕は素晴らしいことだと思っていて、一部のインフルエンサーが なんか野球って9人にするもんでしょ？みたいな。年に3つじゃ足りないじゃないですかみたいなバカなこと言ってますけど、バカなんでしょうね。3つっていうのはキャッチボールをね、とりあえずしてほしいと。じゃあキャッチボールだったら2個でいいじゃん。いや、左利きの子もいるでしょということで、左利き用のグローブということで、だから右利き用2つと左利き用1つということでもね、すごい考えてますね。さすがですね。日本って結構右利き矯正みたいなものをされます。私もすっごい2、3歳ぐらいの頃に矯正された思い出があります。ご飯のお箸を持つ手は右でしょ！ってめっちゃ怒られました。すっげえ覚えてる。だから多分僕左利きだったと思うんですよ。でも右利き矯正されて、スノーボードとかウェイクボードとかやっぱり僕グーフィーポジションなんで、左手の方が握力強いし、だからゴルフも左で始めればもっと上手くなったんじゃないかなって思ったりもするんですけれども、右利き矯正をされる子供がすごく多くて、左利きの人たちにはすごく優しくない社会になっておりますが、最近はそうでもないみたいなんで、大谷翔平選手、さすがね、アメリカに行って、そういった事情も分かってプレゼントしたと。これにイチャモンをつけるインフルエンサーとかクソですね。日本の小学校にまつわる問題として、まずキャッチボールから始めるというのはどういうことかというと、もう日本ってめちゃくちゃ少子化が進んでて、野球チームを組めないぐらい子供少なくなってるんですよね、中学校とかでも。要は、紅白戦やるのにやっぱ18人いた方が9対9でいいじゃないですか。その1年、2年、3年でもですね、なかなか18人の部員を確保するのが難しい、そんな状況になってるんです。日本の少子化めちゃくちゃ深刻なんです。だからまずはキャッチボール。もうだキャッチボールしかできないような小学校とかも多分多いと思うんですよね。自分を育ててくれた野球に対して、日本でもその火を消したくないと。もう野球部がなくなるような中学高校も増えてる中ですね。名門 PL 学園もね、野球部なくなったなんてね。これは PL 教団の問題もあると思いますけれども、寂しいニュースが相次いでいるわけですけれども、その火を消したくないという大谷翔平選手のですね、すごい熱い思いが僕はすごく感じました。野球界がやらなければいけないことっていうのは、僕東南アジアとかですね、中国とか、新興著しいところに対して野球っていうのをですね、普及させていく、そういった活動もすごく大事なのかなと思ってます。日本はね、幸いなことに本当に全国津々浦々素晴らしいその野球のスタジアムがあって、これがですね、やっぱり野球の人気を下支えしている部分もあると思います。野球って一つはルールが結構サッカーとかに比べると難しい。なんだけれどもゲームはすごく面白い。プロのチームはですね、サッカーと違って毎日試合ができます。要は一番消耗するのはピッチャーで、ピッチャーをたくさん用意しておけば、野手の負担はそこまででもないので、毎日試合に出れるということで、毎日のようにシーズン中は興行が開けるということで、実は野球って面白くて戦略性があって、しかも興行に向いてるって素晴らしいスポーツなんですが、世界的に見るとアメリカと日本、そして東アジア、中南米、それぐらいでしかやられてない。実は世界的に見ると割とマイナーなスポーツで、オリンピック種目にもですね、たまに採用されたりしますけれども、それぐらいそんなにメジャーではないんですが、日本でこれだけ普及しているように、非常に戦略性があっていいスポーツなんですが、すごくそのネックになるのは、ボトルネックになるのはやっぱり道具が必要なことですよね。道具がしかも高い。グローブ、バット、ボール、そしてユニフォーム、シューズ、こういったものをね、揃えないと野球ってプレーできないんで、やっぱり子供一人当たり最低でも数万円ぐらいはかかるということで、経済的に豊かな国でないとできないスポーツなんですよね。なんですけれども、東南アジアとか中国とか経済発展をして、これからですね、野球に対しての関心、僕広まっていくと思います。
ただまあ、スタジアムが足りなかったりとか、あるいはですね、その道具の供給が足りなかったりとか、いろいろすると思うんですが、僕は子供ってね、小学校6年生が12歳だとして、18歳でも成人ですから、プロ野球選手になれるんですよね。そういうふうに考えると、たった6年ですよ。だから僕はこれいい投資だなと思っていて、野球を普及させる活動ね、東南アジアとか中国とかこういったところに、まあ、大谷翔平選手もね、ぜひそういったところにも、こういったドネーション活動的なことをですね、やっていただけると、まあ野球盛り上がっていくのかなと思います。私も北九州で、北九州下関フェニックスという独立リーグの球団やっておりますが、ここは所属しているリーグはですね、九州アジアリーグっていうんですけれども、まあアジアをターゲットにおいて、来季からですね、佐賀に球団ができるんですけれども、それでまあ計5球団、プラスソフトバンクの3軍4軍がですね、エキシビジョン的に入っているので6球団、こういったところで戦うことになりますので、非常にリーグも盛り上がってきて、その佐賀の球団の選手の大半はインドネシアから来るということでですね、まあその辺もね、アジアに向けて野球普及させていく活動僕も頑張ろうと思いますので、大谷選手もですね、ぜひですね、この寄付の活動をですね、続けていただきたいなと思います。